この奥のこの右肩ともう手が肥大化して見える、大きくなって見えるというか、不思議なトンネルですよね、これ。真っ暗先が。オカルトブー、イエイ。今回はですね、視聴者さんにいつも送ってくださるくださってる怖い写真を見ていきたいと思います。一応ね、ちょっと今日は百物語で一緒に出ていただいたまちこさんとゆいこちゃんとね、やっていきますけども、ゆいこさんに関してはもうデコぐらいしか見えてないけど、そっか、ちょっとたまにじゃあこう出していきますんで、よろしくお願いします。ではですね、今回の1枚目はですね、花さんという方からいただきましたお写真です。ありがとうございます。感謝感謝です、本当に。はい、こちら、夏によく家族で、エアコン空調空調がなんか水垂れるみたいな音したね。聞いたことなかったですこの音は。夏によく家族で岩手のひいおばあちゃんのお家に行くんですが、その年は龍泉洞という洞窟に遊びに行きました。洞窟の中をですね、何枚か、ライトが当たってる綺麗なところで写真を撮ったりしておりました。で、家に帰って岩手での写真を見返していると、撮った覚えのない写真が入っていて、見る感じその洞窟の中で撮られたようなものです。ただちょっとおかしくて見てほしいなと思っております。私たちは母と私の女性2人しかいなくて、あとは全員男の7人連れで、はい、行きましたということですね。私自身も周りにいた、他の観光客の方もワンピースを着た女の人は絶対にいなかったのに、こんな写真が入っていて、ぜひ分かる方に見ていただきたく送らせていただきましたということでね、ちょっと今回は米わらしで見させていただいて、まあ視聴者さんのね、皆さんもぜひ気づいたことがありましたらぜひコメントしてほしいんですけども、見ていきましょう。こちらの写真です、どうぞ。これね、多分洞窟の本当に暗さ、真っ暗の中に真ん中ですね、本当にワンピースのような、なんて言うんだろう、シュッと落ち着いてるワンピース、わかります？落ち着いてないワンピースだった。なんかふわふわ、なんかパニエみたいな感じじゃなくて、もう本当に私で思うその、なんて言うんだろう、女の人が立ってるみたいな、そういう人がよく着てるワンピースのような感じ怖い話でよく出てくるワンピースのね、形をしているなと思っていました。ワンピースの下のところちゃんと足が出てるんですよ、これ。こんな人じゃないですか、こんなはっきりなんかやってますいや、すごいですよね。周りにこういうスカートを履いてる方いなかったんですかとか、もしかしたらそのね、洞窟の中で、まあ、カーテンじゃないですけど、それに似たようなものってなかったんですかって一応その連絡をしてみたんですけども、いや、それでもそういう周りの人はいなかったし、まあもちろん洞窟の中なのでカーテンなんてないですよって言ってらしたので、じゃあこれはもしかしたらなんか気づかないうちに撮れてしまっていたのかな、なんだろう、本当に不思議な写真ですよね。こんなね、はっきり、まあまあ人がいたらさすがに、まあ、気づくか。そうですよね。で、しかもその花さんご本人はやっぱ綺麗なところを写真撮ろうとしてるわけじゃないですか、やっぱり洞窟の中、まあ、その観光に来てるからね。なのでこんな薄暗いところを撮ろうとするわけもないよなっていう。スカートの左側、その足元の左にも足があるんですよ。なんて言うんだろうな、これは3本目があるように見えるんですよ、これ。足が普通2足歩行だけども、そうです、この人は3足歩行だと。そうです、アマビエさんのような足の状態になってる気がして、で、全部その足の履いてる靴もなんか同じような靴履いてるんですよね。黒くて、スポーツの靴、スポーツかな、わかんない、なんかちょっと白っぽいぽいワンポイントのものが入ってる靴を、その 3本の足とも履いてる感じがして、足の形も多分逆方向向いてんのかな、一番左の足は。なんかふくらはぎがすごい手前に見えてるような感じだから不思議なんだよな。しかもこんな身長の人いるっていうか、結構高めのところに腰がある気がするんですけど。そうですね、だいぶハイウエストな。そうですよね、こういうの履いちゃうタイプの人がいるのかな。品川効果期待してたのかもしれない、期待してたのかもしれないですね。これは不思議な写真です、本当に。ということで次は2枚目ですね。こちらアリケン掃除当番さんからいただきました、ありがとうございます。こちら心霊写真なんですが、友達と鹿児島県のとあるトンネル、一応名前を出すと鹿児島県の開門トンネル
ね、というところに行ったんですが、オーブみたいのが映りましたということで送っていただきました。見ていきましょう。どうぞ。いやもう本当にいっぱい飛んでるオーブが。これはオーブなのか、古いトンネルに行くとたまにホコリみたいな、その粒子みたいなのが飛んでるんですよ。それもあるのかなって思ったんですけど、でもちょっと気になるのが、そのトンネル入り口のあたりにもそのポツポツっと、その手前で見える発光してるタイプじゃないオーブも見えるんですよ。透明というか、うっすら白みたいな丸い物体が結構いくつか見えてるので、こっちは本当オーブなのかなって思いますね。この光ってるのは多分フラッシュがその粒子に当たって発光してるものなのかなって思いますね。うん、でもすごいちょっと不思議なトンネルですよね、これ。なんだろう、真っ暗先がカーブしてんのかな、これは。行ってみたいです。鹿児島行ったことないので、じゃあちょっともし行けるタイミングがあれば行きたいなと思います。お写真ありがとうございます。お写真ラッキーさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しみに見ています。2018年に子供と遊園地に行った時、電車の乗り物に乗っていた時の写真です。カシャカシャカシャっと何枚か続けて撮りました。奥に座ってる子供の右手は窓に置いていたんですが、1枚だけ左手を置いていたところに右手が来ていて、手が不自然になっています。で、比較ができるように初めの1枚は窓に手を置いてる写真で、2枚目が違和感のある写真です。これからもオカルト部楽しみにしていますということです。ありがとうございます。まず1枚目はじゃあその普通の手の位置が大丈夫なお写真ですね。普通に楽しそうですよね。で、奥のこの右手も窓自体はくり抜かれていて、窓枠のところにこう手をかけてる状態ですね。で、左手もこう前にかけてる普通の写真ですね。楽しそう、これだけ見ると。そしてこれで2枚目ですか。これは不思議なんですよね、これ。本当にその奥の子の右手がもう左手のこの位置にあると思うんですけど、そもそもまず左手が見えないんですよね、この奥の子の左手がかぶっているし、この奥の子の右肩ともう手が肥大化して見える、大きくなって見えるというか、まあなんか子供の手っぽくないよね、サイズ感。そうです、そうです、そうです。特に薬指とかなんですけど、もう本当に大きくなっちゃってるんですよね。で、これ多分かぶってるからかは分かんないんですけども、この状態だともう本当手が4本しかないように見えてしまうので。指か、指か、失礼しました。ポケモン的な話かなと思って。そうだ、違いますね、指でした。指がその4本しか見えないようにね、なってるので、これ不思議ですよね。で、やっぱりそのこの後写真を撮った後に、なんか体調面とかお怪我とかなかったですかって聞いたんですけど、いや特にはなかったですよっていうことらしいので、もしかしたら遊園地っていうことなので、まあ、ワイワイしてる雰囲気の中に混ざりたくて幽霊さんも来ちゃって、まあ、自分もちょっとアピールしたくてこう写真に出てしまったのか、まあ、そういう考えとかもできますし、またね、もしかしたらその視聴者さんの中ではこういう考えもできるよっていうこともあると思うので、ぜひそちらもコメントしていただけたら嬉しいです。なんかですね、ちょっとお米さんが休んでる時に、はい、京都の三木大雲さんの方に行ったんですけども、その時にね、三木さんに、はい、ココモのお母さんの写真を見てもらったんです。はい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 。右足のくるぶしあたりが消えてるって写真なんですけども、神社のところのやつですね。そうですね、京都にある伏見稲荷に行った時に、まあ、普通に記念撮影で撮った写真なんですけれども、地元の方が、はい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 、あのね、はい、このお母様は非常に苦労人。そうなの？そうなの？体が全部消える方もいるんです。ええ、まあちょっと精神的に不安定になってくると、はい、体の一部が消えるっていうことがあって、はい、そのままずーって放っておくと全身消えるんですよ。で、ただその写真っていうのは手をパッと動かしたりした時のシャッター速度が一緒だとそこの部分が消えるんですけど、はいはい、今も完全に止まってられる状態 で、はい、でしかも右足、女性の右足が消えてるってことは、はい、その男性との揉め事が
一番多くて、例えばご主人と喧嘩されてたとか、はい、あの仕事先でのなんか男性とちょっとトラブルがあったとかっていうと右足が消えやすい傾向にはあるみたいですね。ちなみにお生まれになった月って何月生まれ？12月です。あ、12月冬のね、なぜかこれも分かんないですけど理由が、はい、冬生まれ、はい、11月、12月、1月、2月ぐらい生まれの方は消えやすいんですよ。あの消えてますって持ってこられた写真の方の統計全部撮ってるんですけど、はい、もうね8割9割が冬生まれ。なんなんでしょうね。うん、私も冬生まれなんですけど。ああ、そうですか。じゃあ消える可能性が、ね、あるってこと。でももうそれが解決されればまた元に戻りますし、ね。はい、ああ、なるほど。冬生まれの人はそういう風な体の一部消えるとか、あ、そういう写真がなんかありやすいって話をしてたんで、まあそれも指が見消えてるっぽいであれば、もしかしたらその人が冬生まれでしょうかどうでしょうかみたいなのとか。ああ、なるほどなるほど。なんか大きく見えるのは何生まれみたいなのがあったら面白いですねって感じですけども、まあ、今度会ったら聞いてみたいですね。ああ、聞いてみたいです。ぜひ会いたいです。もう、もし自分の持ってる写真の中で、あ、こういうの持ってるわっていうのがありましたら、ぜひオカルト部のツイッターの DM の方にね送っていただけたら嬉しいです。はい、でまた百物語でも怖い話をさせていただいたので、まだまだね怖い話あるよっていう方、使ってもいいよって方はぜひ送ってくださると嬉しいなと思います。うん、そうですね。あとじゃあ今日の3枚と、あとまあ今日ので何か総括を、じゃあいつもはまあ米俵で表現しましたが、今回はじゃあ撮影が久しぶりなんで米俵じゃなくてもいいですよ。何かをちょっと総括していただいて、今回のこの3枚を見てね思ったことは、まあ例えて言うなら3歳の描く塗り絵ですかね。お、すごい、なんか難しいこと言います。何ですか？3歳の子が描く塗り絵というのはですね、やっぱり奇想天外、すごい不思議なね、あの絵を描くじゃないですか。でそれぞれ実は意味を持っていたりとか、私たち大人が気づかないようなところから見る3歳のこの絵ということなのでね、まあこの3枚もですね、なんか私が思っていたその怖い写真っていうその枠を飛び出たなっていう、奇想天外な怖い写真だなっていうので、3歳のこの塗り絵です。絵じゃなくて塗り絵な意味はあるんですか、これ。なんか塗り絵ってさ、あれじゃん、何ですか、その本当ここはピンクで描いて、ここは黒で描いてって決められてるところ、3歳の子がその描く塗り絵っていうのは別にピンクじゃなくてもいいし、ここは何色でもいいしっていうね、そういういろいろな発想とか挑戦チャレンジの心を持っているので、やっぱり3歳のこの塗り絵という言葉がこの3名の怖い写真に当てはまるかなと思いました。なるほど、はい、一応負けなしときますか。そうですね、霊障かもしれないし、今の言葉全部そうでやってほしい。これ何色出ますかね。緑だ、普通だ。ということで本日は以上になります。ちょっと待って、その前に顔変わってないかもぜひコメントの方をよろしくお願いします。多分そんな変わってないと思うんですけども、ぜひね、ちょっとそちらもコメントよろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。総括二重丸。二重丸じゃない日あるんですか、それは。難しいな、それはちょっとボキャブラリーないな。